オールナイト埼玉プレゼンツミカドラボ、皆さんご機嫌いかがでいらっしゃいますでしょうか。オールナイト埼玉の小判ザメ番組ミカドラボのお時間がやってまいりました。ナビゲーターのミカドでございます。ということでございますが、ですね、まあ好き勝手にですね、思いついたことを番組として吹き込んでいると。で、まあまあいい加減忘れた頃にアップするみたいなですね、まあストックがある限りですね、まあ順番にアップしてって言って、まあこの間ちょっとですね、緊急割り込みみたいな感じで、浜ちゃんのバースデーに寄せた、メッセージなんていうのもですね、まあちょっと企画としてやってみたわけですけれどもですね、まあ基本はいつも言う通りですね、話題を思いついたら喋るというような形でやらせていただいておりまして、で今日はですね、まあ、私が、まあ、ラジオ番組始めてから特にそうですけれどもですね、まあ、早口だと、まあ、マシンガントークだと、もう止まらないよねって喋り出したらっていうふうに言われてるわけですけれども、実を言いますとですね、もう最初からこうだったわけじゃないんですね。むしろ多分お袋なんかに聞くとですね、そんなに喋る記憶がないなって絶対言うと思うんですよこれは親戚一同に聞いても多分そうだと思うんですね。じゃあなんでそうなったかっていうのの、まあ、一端についてですね、まあ、ちょっと話してみようかなという気になったので、まあ、お話ししてみようかなというふうに思っております。というわけでですね、今回もリスナーの皆さん、視聴者の皆さんの貴重なお時間を少しだけ拝借いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。あっと驚く食べ頃まあオープニングでも申し上げた通りですね、決して私は最初からこうマシンガントークで、早口でみたいな感じではなかったんですよ。ね、くどいようですけど、うん、むしろね、引っ込み思案でね、人見知りでね、ほとんど喋らない、子供だったですよ。ね、まあ今でもあれですね、知り合いがいないところだったらもうずーっと黙ってますし、もう仕事中でもですね、基本的には黙ってますよね。自分から話しかけるっていうことはあんまりなかったですね。今は結構おかげさまで自分から話しかけるっていうことも増えたんですけれど、前は一切話しかけられるまでずーっと黙ってました。うん、本当にそういう人間だったですけど、だからそれこそ酒飲まないと喋らないみたいな。だから飲み会なんかに行くとですね、ああ君そんなに喋るんだねみたいな、そんな感じだったですもんね。うん、だから人間ってわからないもんだなというふうに思いますけど、まあでもこうなった原因に思い当たらないことはないんですよ。思い当たる節はいくつかあるんですね。で、まず一つの理由は、まあ、やっぱり普段自分が引っ込み思案で、人見知りなもんですから、やっぱり喋るの怖いわけですよ、ね。怖かったんですよ。で、まあ、でも喋らなきゃいけない時ってあるわけですよね。でそうなった時にこうなんか沈黙が嫌なんです。なんかわかりますかね。こうずっとね、黙ってる、みんなが黙っちゃうみたいな、もうそういうのが嫌で嫌でしょうがなくて、なのでまあ、やっぱりね、自分に自信がなかったからでしょうね。だから自分に自信があれば、やっぱりこうね、相手の間っていうのかな、そういうのもちゃんと考えてコミュニケーション取れるんですけど、基本顔見ないでコミュニケーションしてましたもんね、私、うん、だからやっぱり沈黙になっちゃうのが怖いから、
あの相手が相槌を打ったらもう次の話をしないと、あの会話途切れちゃうんじゃないかと思って怖いんですよ。だからいかにその相手を信頼してないコミュニケーションをしてたかっていうことがよくわかりますよね。でその時代が長かったもんですから、だからもう癖として染みついちゃってるんでしょうね。だからこう常に喋り続けてしまうっていうあの悲しい癖がついてしまったいうことですね。だから大して面白くもないような話をもうずっと長々と続けちゃうみたいな、ところがあって、もうだから本当に鼻つまみもんだったと思いますよ、あの飲み会とか行っても。本当にね、話面白ければいいけど、もう大して面白くない話をね、延々とその何会話が途切れるのが怖いもんだから、相手の話も聞かずにずっと喋り続けちゃうわけですから、もうそんなのはね、だから友達いなかったんでしょうね今でもあんまりいませんけど、というようなのがまあ一つ目の原因かなとは思いますよね。で二つ目の原因なんですけど、これはですねやっぱり仕事の関係だと思いますね。こういう教員っていう仕事をやってまして、で私が教えてる教科っていうのは、いわゆる社会科、地理歴史科の科目ですので、やっぱり数学とかと違って、演習、問題解かせるみたいな、そういうのがメインじゃないもんですから、だからやっぱりこうストーリー仕立てでやっぱり50分間、今うちの学校は45分授業でやってるんですけど、だいたい50分間ですよね。でその50分間をそのずっとですね、喋り続ける、ほとんど演習がないもんですから、でしかもどうしてもやっぱりペースが遅いんですね。私はなんていうんですかね、こうゆっくり語ってしまうというか、細かく教えたくなっちゃうもんで、こんな面白いことあるよみたいな、そういうエピソードとかも挟みながらやっちゃうもんで、やっぱどうしても進みが遅い。でそうするとやっぱり50分っていう限られた時間で、ある一定量やっぱり進まなきゃいけないっていうのがあるじゃないですか。でそうすると大体ですね、のんびり話してたらもうそれはもう2時間かかっても3時間かかっても終わんないみたいなことになってしまうので、それじゃまずいですから、ちゃんと試験範囲って決まってるわけですからね。だからそれに間に合わせるためには、ある程度こうね、スピード上げて、ストーリーを展開していかなきゃいけない、っていうことになるので、もちろんあれですよ、スピードの強弱はつけますよ、ね、緩急つけるというか、つけますけど、でも早くするところは早くしないと、終わらなくなってしまうわけですよね。だそういうのがもうただでさえ沈黙が怖くて喋り続けてしまうみたいな、そういうコミュニケーションの仕方が身についてしまってるところに、規定の範囲を限られた時間で終わらせなきゃいけないっていうところで、早められるところは早めてみたいな、そういう話し方が身についてしまってるというのが、もう輪をかけて、そのマシンガントーク、早口トークにつながってるんだろうなっていうのが、これが2つ目ということになりますね。はい、そして3つ目の理由ということですけども、これも結構大きいかなというふうに思ってるんですけど、私の趣味というか、趣味って言っていいのかな、なんか好みとして、ですね、私スポーツ実況を聞くのが大好きなんです。例えば、プロレス実況とか、あとは競馬実況ですね。競馬僕一切やらないんですよ。馬券買ったの1回しかありませんけど、それも先輩方に連れられて行って、その時に、遊びで買った1回だけ、ぐらいですよね。だから、でもね、
競馬中継とか見るんですよ。で別にあの馬が好きとか動物が好きってわけじゃなかったんですけど、あの結構子供の頃から見てて、っていうのもほらあれじゃないですか、日曜日の昼下がり、うん、1時過ぎとかあの2時3時ぐらい、あのまああまり見るもんないじゃないですかね、その日曜日のそのぐらいの時間って。であの富士系列をつけるとあの競馬中継やってるわけですよね、うん、で、うん、まあなんかなんとはなしに見てたんですよ、競馬中継をね。別に馬券買うわけでもないし、子供ですから買うわけでもないけれども、なんかこう見るとはなしにこうテレビがついとって、でそれを見とって、でそんで、あなんかこう、ね、なんかすごい早口でこう喋ってんなとかって、よくこんな、スピードであの馬の名前と、馬の名前ってあの競馬馬の名前ってものすごく言いづらいじゃないですか。でそういうのをあのすごい早口でまくし立てながら、でそれでもちゃんとこう、ね、視聴者にあのちゃんと伝わるように実況するわけですよね。でしかもまあ感動を煽るようなセリフがあったりとか、うん、これってすごいなと思ったのと、あとはプロレス実況、これもあの別に私プロレスがプロレスマニアってわけじゃないんです、うん、プロレスファンっていうわけでもないんですけれど、でもなんかやっぱりね、あのなんと話に見てたっていう感じですよね。あのまあ夜とかあの、ね、眠れない時とかにあのテレビつけてると、あの、まあ、テレ朝系列とかあと日テレ系列とかであの、プロレス中継とは言わないかな、あの生中継ではないけれども、そのプロレス中継したやつをこう録画放送で流してたりとかするわけですよね。でそういうのをこう眠れない慰みにね、まあラジオ聞いたりってこともあったけども、あのたまにはそのテレビでみたいな、感じで、なんと話にやっぱ見てて、うん、でやっぱすごいなと思ったのはやっぱね、古舘伊郎さんですね。うん、あの人は本当に天才だなと思ったんですよね。もうあの実況っていうもののスタイルをガラッと変えちゃった一人なんじゃないかなと。まあ別に古舘さんだけが変えたとは思わないですけど、もうある種の、スタイルを作り上げたうちの一人だと思うんですよね。うん、だああいうのを聞いてるとやっぱり、ああこういう風に喋ってみたいなと思うじゃないですか。でそれがずっと染みついてて、で、まあ、私は何でも真似してみたくなる人間なんで、うん、やっぱ真似してやってみるんですけど、やっぱできない、難しいなと思ってね。で、まあ、そんな中でやっぱりこう、ね、無駄にそのモノマネみたいにして練習してるわけですから、だからその早く喋る、素地が出来上がって、まあ、だから今でも、あれですよ、競馬実況とか、うん、実況だけ聞きますもんね。もうレースどうでもいいの。レースどうでもよくて、もう実況を聞くんですよ。うん、それがね楽しい、ね。あのね、野球の実況ともまた違うんですよ。まあ、野球の実況も感動的な実況とかあるんですけど、うん、それはむしろその実況よりも解説が面白かったりするんで、まあ、ちょっとまた毛色が違うんですけど、その実況だけで完結するっていう意味ではもう競馬実況は花ですよね、うん、というような、ところが、まあ、私のこの早口マシンガントークになってしまった原点だろうなというふうに、思うわけですね。はい、いかがだったでしょうか、ね。これまだまだ喋れそうだというふうに思ったので、一旦ここで切ります。もうでね、大概ね、こういうあの前置き的な回ってね、伸びないんですよ。伸びないの、伸びないけど、まあいいでしょうね。
だってこのまま多分喋り続けたら30分でも40分でもなっちゃうんで、そうなるとほらあのミカドラボはなるべくあの20分前後で収めるっていう感じでやってるんで、多分ね20分前後が多分一番聞きやすいんだと思うんですよね。まあだからあれだろうな、25分が限界かなというふうに思ってますね。まあ、オールナイト埼玉はあの切るわけにいかないので、あれは、だからまあ1時間50何分とかそういうことになってますけど、あれ切ってやっちゃうとね、またね、あの PV が分散しちゃうんじゃないかとか、ちょっといろいろそういうのがあるんで切れてないですけど、まあ、こっちはね、そういう感じでやっていきたいと思ってますので、まあ、次回に持ち越しということですね。次回は、私の好きなその実況の話ね。まあ、例えばその、プロレス実況のどういうとこが好きかとかですね、まあ、私なりに見たあの感想とか、あるいは競馬実況のね、あのそういう話とかもできればいいかなというふうに思っております。というわけで、今回も貴重な時間を拝借いたしました。どうもありがとうございました。それでは次回をお楽しみに。お相手はミカドでございました。それでは皆さん、さようなら。